ほとんど最高だと思うんだけども、デュアルフュエル、あ、いかん。デュアルフュエルの、これ今、最近ちょっとこれに、結構、ハマってはあるんですけども、ハマってます。これ最初に言った火花点火機関で、これがディーゼルですよね。で、一般のガスエンジン、あ、ガスエンジンをちょっと考えてみますね。ガスエンジン。だから、ガスを吸気して、で、火花点火するっていう、これが一般のガスエンジンなんですけども、これを、その、軽油、点火プログの代わりに軽油を突き刺して、ピッとこう、ちょっとだけの軽油を吹いてやるというと。で、そうして、その軽油の、軽油は、ちょっと圧縮比低くても、あれっていうか、まあ、高めることができるんですけど、このやり方だったら、まあ、燃えるので。で、そこの点火燃焼でもって、あとの余分合気を燃やしているっていう、それが ディーゼルデュアルフューエルっていうやり方なんですけども、まあだからこれ、火花点火機関と、こちらのちょっとアイノコみたいな、そういうものです。で、これはまあ、こう、吹いた系が、天然ガスを巻き込んで、で、ボンと燃えて、で、その後こう、ここでついた火が、ここはもう余分合気しか残ってませんから、まあ、例えば天然ガスだったら、天然ガスの余分合気しか残ってないから、こう、まあ、火花点火、火炎点火かどうか難しいところですが、まあ、火炎点火みたいな形で燃えると。余分合燃焼になると。で、まあ、いろんな特徴があるんですが、これ、いろんな、見方があって、自動車用エンジンを、で、これを DDF 燃焼を採用するためには、やっぱりかなり少量の軽油噴射で、で、かなり全負荷のところまでガーッと燃やすっていう、そういうのを狙うわけですね。で、高効率のガスエンジンシステムでは、割とこの低地用では、高効率のガスエンジンシステムを作るために、低地用では、発電用では、まあ、一般に使われておるやり方なんですけども、まあ、ディーゼル、自動車みたいにですね、そのいろんな負荷、回転数が変動するような場所で、まあ、これが成り立つか、特に低負荷ですね。低負荷のところで、この全負荷域を運転せないといけませんから、まあ、全負荷のところはものすごく調子なんですけど、ね、その低負荷のところをいかにうまいこと燃やしてやるかというようなこと、あるいはもう一つ、この実はやり方があって、未利用ガスの有効利用という、見方、視点ですね。でこれだと別にその軽油の量を節約するというか、未利用のガスがある分、その発熱量分だけ軽油が減らされますから、だから軽油のその節約になるんですね。この未利用のガス自身が。だからこういうようなやり方で、そのうまいことを燃やしてやれない。まあこれはバイオガスなんかを想定してますけども、そういうようないろんな使い方があると思うんですよ。でこの場合はもうだからもう本当ディーゼルで動かしているところにこう入れるわけやから、そのディーゼルの燃料の方がもうずっと多いというような形が、もちろん少なくなる時もありますよ。燃料ガスが多くなると少なくなりますけども、まあ、そういうような使い方。あんまり、マシック入れてて今かかるかなと。まあ、天然ガスの、デュアルフュエルのエンジンですね。これ横軸が遠いて、もうこれワイドオープン、縛りなしなので、これがまあ負荷やと考えてください。まあ、回転数密閉ですから、まあ、出力と一緒ですね。出力だと考えてください。出力がずっと上がっていくと、デュアルフュエルがこの赤 の 丸印がデュアルフュエルですね。ちょっと回転数違うけど。でこれが熱効率です。まあ、ここだけ見てもらったらいいかな。高負荷になると熱効率がすごく高い。で、ディーゼルに比べても高い。もちろんスパーク、火花点火機関、普通の横向き吸気した火花点火機関に対してもかなり高い。ということで、まあ、ものすごくそのデュアルフェールいいんですけれども、でまあ、その負荷が下がってきたときに、ちょっとこう、これハイドロカーボンなんですけどね。もうちょっととんでもないぐらいハイドロカーボンが出ちゃって、まあ、燃えない。だから、軽油の量が少ないと、天然ガスが割と濃いって分かりますかね。この等量比で言うと、まあ、等量比1が過不足なく燃える状態で、まあ、
0.5 とか 0.6 このぐらいまでだったらまあまあなんとかなるんですけど、それ以下の投与比ものすごく薄い希薄な混合気になると燃えなくてそのままその排気管から出ちゃうと、そういうようなあの状況になってしまいます。これがもう最大の問題ですね。まあ、ノックの問題もあるんですけれども、とにかくこの低負荷の時のハイドロカーボンの排出、でこれだけ燃えなくて出ていっちゃうのから当然熱効率が下がります。だから、まあ、ここのこのハイドロカーボンの排出っていうのがとにかく一番の、課題で、それをどう避けていくか。で、まああのその熱発生率を見てみたり、まあこれが前の言ってたディーゼルですね、ポーンと燃えてあと拡散燃焼という燃え方なんですけども、これはまあ同じような形してる場合もあるんですけどね、そのトレーニングによっては。でも全然こいつとは燃焼が違いますよ。これは似たような熱発生率になったとしてもこれよく似てますよね。よく似てますけど、ここが軽油の方でここは天然ガス、これ 0.6 だからまあまあ火炎電波するかなっていう感じのところですよね。だからこの辺はまあちゃんと燃えてるんですけどね。ただ 0.5 これも 0.5 しかないですね。もっと下がってくるとちょっとこうやばくなる。あ、0.40 は、ここ0.4 ね、もうものすごくもう燃えてないっていうのが分かるんです。で、それをもうだからそのバイオガスなんかに利用してるっていうことなんですけども、これはもうちょっとやめましょう。であとはそれをそのもうちょっとそのこの RCM で見れないかということで、で、やったのが、まあ、こういうこの一連の研究ですね。これはまあ、火花点火でまずやってみたり。火花点火で投了比を、まあ、これが両論って言われていると核束なんかの条件、これはちょっとずつ薄くなっていく。でここで燃やすとこういうそのブルーフレームがビーッと火炎が点火していくのもよく分かりますね。で、希薄にするほど熱発生率っていうかこれがだんだんちょっと、緩やかになっていって、で、まあ、むしろその投了比1なんかの時にはここはゴーッとゴーッと加速して速くなっていってるっていうのが、まあ、この画像と一緒に見れる。でその次お願いします。これがだから DDF 先のやつですね。で周りが通りにゼロっていうことはこれは空気っていうことですよ。あれなくなった。あ、ごめん僕が悪かったか。あ、ごめんこれすいません。これが通りにゼロっていうのはこれ周り空気です。でこれ同時に吹いてるんですよ。ただ着火するタイミングがこれだけずれてくるんですね。いわゆる着火遅れがこっちの方が長くなるんですけども、天然ガスが通る比 0.5 の混合器だとこう、まあ、これ大体燃えてるんですね。ちょっと着火遅れが長いんですけども、ね、これ同時に吹いてマイナス10度で吹いてここで熱発生を開始してますから、通る比なんだ、着火遅れが長い。で通る比をだいぶ過ぎてもものすごく薄い混合器なら、まあ、ここはちゃんと燃えるんですけど、これは軽油で燃えてるんですね今この。そうやけども、まあ、あとの天然ガス燃えてくれてないっていうのが、まあ、すぐ分かりますね、うん、映像と画像とこいつの方はここでボンと軽油の噴霧が燃えた後天然ガスがバーッとこう燃えていってるっていうことなんですね。でもあんまり最初完璧に燃えてて、あ、でもここまでここにあるのはこれちょっと潤滑が漏れとると思うんですけどこれに火がつくっていうことは温度が高くなっている、まあ、ここまで火炎が伝播しているということを逆に表しているわけで、まあまあ、こういうのを、ここもね、うまいことに巻いてますね。で、でまあ、それをそのいろんな燃焼室とかですね、そのいろんな条件で、どういう条件だったらどうなるかと。これは何かな。あ、これはだからちょっと圧縮比を高めてみたかったんですね。で、それで まずディーゼル火炎を見てみた。で、ディーゼルの場合はちょっと負荷が低いときはこんな燃え方してます。まあ、アイドリングで止まってるような感じですね。で、負荷を高くすると、まあ、ここまだずっと吹き続けてるから、こういうこの黄色いのはこれ、スス の気炎、ススの副車です。だから、まあ、こいつがそのまま吐き出されたときは、黒い煙が出てくる。いろいろ下がるんですけども、まあこの負荷が低い時と高い時とで、まあ、こんな燃え方して、まあ、これ別にどうでもいい。